芝。芝とは、一種類あるいは数種類の芝草を人工的に群生させ、敵に刈り込みなどの管理を行い、地表面を緻密に被覆するような生育を維持させ、ある程度の広がりを持ち、運動や、休養や、干渉や、保安の目的に利用される稲荷の多年草の総称である。芝草とも呼び複数の種類がある。芝族の芝。 ザイズはヤポニカストドというアミオの植物もあり、これも芝として利用されるが、芝族以外の植物にも芝として使われるものは多い。芝、天然芝は大きく日本芝と西洋芝に分けられ、そこからさらに夏型芝や冬型芝に分けられる。日本芝は夏型芝のみであるが、西洋芝は夏型と冬型の両方の種類がある。 芝草が密集して生えていて、絨毯のように一面に生えている状態を指して、芝生と呼ぶ。スポーツ施設など芝による舗装を芝舗装と言い、天然芝による舗装のほか人工芝による舗装もあ芝生は西洋では庭園に利用されてきた。ローマ帝国の崩壊後、西洋庭園の増援に貢献したのは僧侶で、その多くはローマ風の庭園を習ったものであったが、 稀に芝生を敷き詰めた庭園も見られた。日本では万葉集や日本初期の和歌に芝の記述が見られるものが歴史上確認されている中で最も古い。ここでの芝はおそらく自生する日本芝の一種の野芝である。一方で平安時代に書かれた日本最古の造園書、作庭記には芝を伏せるという記述が見られるために 芝が造園植物材料としてこの時代には認識されていたものと思われる。また、明治時代に入り、諸外国との交流が活発化すると、各地で西洋芝が導入された。日本芝は日本に自生している植物である。すべてが芝族に属し、英語圏では一般にゾイシアと呼ばれる。夏型で高温期に生育するが、冬季は休眠し、枯れたようになる。 高温多湿に適応した芝で生育適温が23から35度高い。そのため通常の管理をしていれば日本の夏でも耐えることができる。しかし気温が23以下になる11月から3月の冬季には生育が停止し歯に応変が見られるようになる。日本芝は補服型、補服型である。その生育形態はランナーが伸びることによる。 石棺身長である。草丈が低く硬いためチクチクした感触であるが、刈り込み回数は少なくて済む。日本芝は、長子、栄養体繁殖も参照による繁殖も特徴であり、西洋芝に比べて新設するのに労力がかかる。洋服では次のように区分される。西洋芝は、体陰性、繁殖性などの点で日本芝より優れた特性を、 備えているものが多い。その一方で日本芝より多くの刈り込みを必要とするものが多く、西洋芝の中には病害に対する抵抗力が弱いものもあり、農薬の散布を必要とする。このことが西洋芝を使用したゴルフ場による環境破壊へつながっている側面もある。夏型芝は日本芝の性質とほぼ同じである。西洋芝、冬型芝は 生育適温が16から24で1から7の低温まで耐えることができる。冬型芝は陶器でも緑色をしているものが多い。冷涼な気候を好み、日本での生育適地は北海道である。株立ち型で草丈は高く葉も柔らかいが頻繁に草刈りをしなければならない。生育は分結、株分けで増殖する品種のほか、日本芝同様ランナーや、 地下形による増殖を行う品種もある。繁殖は主に種子の破種、種まきによって行うため労力は少なくて済む。一部品種では調子により行うこともできる。日本芝に比べると等圧に弱いものが多く、夏の高温多湿時には病気になりやすい。また、酸性土壌には不向きで、肥料を多く要するほか、乾燥に弱いため特に夏場は、 頻繁に冠水を要する。日本には明治以降に芝生の植栽材料として輸入された。もともとは牧草から転用した稲猫植物である。芝生の造成の方法には、牧芝法、葉種法と芝付け法の2種類がある。種子を巻く方法。多くの西洋芝は種子により繁殖する。牧芝の時期は湿気のある土壌であれば年中時期を選ばずに、 造成可能であるが、春が適期とされている。冬が近くなると、霜の影響を受けやすくなり、春に捕食が必要になる恐れがある。また、牡蠣は、他の雑草の影響を受けて成長が阻害されたり、乾燥による発芽の阻害を受ける恐れがある。なお、日本独特の方法として、種子ではなく切れ芝、芝の地下茎を、種子のように巻いて複度し乾水する、コンマキのりがある。 株分けした芝、種芝をあらかじめ繁殖させ、十分に広がったところで適当な大きさに切り取って予定の箇所に貼り付けていく方法である。切れ芝を貼り付けていく方法は、調子という。日本芝は調子により繁殖する。なお、補服形をほぐして株を分け一定間隔、4から5センチメートルで植え付ける植え芝という方法も、 マット状である切れ芝の大きさは生産地で異なる。鳥取県では 37.1cm30cm の切れ芝を9枚で一束としている。静岡県では 36cm28cm の切れ芝を10枚で一束としている。また、屋上緑化用に育成基板と芝が一体となったターフマットでは 50cm50cm 50の切れ芝を4枚で一束としているものや、50cm2m の細長い芝を巻き取りロール状としているものもある。節芝の張り方には、ベタ張り、目地張り、筋張り、互いの目張り、一松張りなどがある。芝生の管理には、いくつかの作業があるが、いずれも短期、長期にわたって、芝生の品質に影響を与える。 春の芽出時には成長点近くで低く刈り込み、成長に合わせて刈高を上げるが、生育期間中の刈高は2から3センチメートルを維持する。芝刈りには芝刈り機を用いるが、樹木の根元や施設の周囲は手刈りを行う。刈り込み頻度及び刈高は、利用目的や草種によって大きく変化するが、芝生の生育期においては概ね、以下の通りである。 芝生には、サビ病、ハフ病、ブラウンパッチや、ラージュパッチ、ハガレ病、イモチ病、雪腐れ病、ビシウムブライトなどが発生することがあるため防除を行う。春には、成長を促すため窒素分の多い有機肥料を、施す、春子へという。秋には、体幹性を強めるための地高性の有機肥料を、施す、秋子へという。には、 草フホークなどによる抜き取り除草と薬剤防除がある。公園などで周辺環境に考慮する必要がある場合には薬剤は使用しない。以上の天然芝の他に補装剤として人工芝と呼ばれる合成樹脂製のものもある。また天然芝と人工芝または人工繊維の混合芝であるハイブリッド芝もあり、このハイブリッド芝は 耐久性が高められているが管理の点では、総天然芝とほぼ変わらない。公園や運動場で、見栄えのために植えたり、運動をしやすくするためのクッションとして植えられることが多い。しかし、芝へ立ち入ると、芝が荒れる、可能性があるので、立ち入り禁止がたびたび行われる矛盾について、しばしば議論を呼ぶ。最近では、校庭、運動場に芝生を植えた。 小学校が増えつつある。裸足教育として、裸足で運動しても、痛くないなどのメリットがあり、また緑化として効果があるとされる。野球場のフィールドには、選手の膝や足にかかる負担を軽減できるため、芝が敷き詰められる。特に、メジャーリーグベースボールで使用される球場は、内外や総天然芝であることが多く、人工芝の球場は2018年現在で、 全30本拠地中トロピカーナフィールドと、ロジャーズセンターの2球場のみ、内野が土のみの球場はメジャー及びトリプル a で、皆無である。一方、日本では、球場が屋根付きであるために、天然芝を育てられないこと、さらには、野球以外のコンサートなどに貸し出しされた後や、天候の変化に対応するための芝の保守、管理コストが安いという理由により、 日本野球機構管轄のプロ野球の一、軍公式戦で使用される球場では、圧倒的に人工芝が利用されていることが多い。二軍や独立リーグ、アマチュア野球を主たる利用とする、地方球場はのこそ、天然芝であるも内野が土のみであることがほとんどで、あり、軟式野球やソフトボール専用の球場では外野すら、芝が敷かれていない、あるいは常緑でないことも、ままある。 2018年現在、天然芝を利用する、プロ野球1軍本拠地球場はわずか3球場、準本拠地球場を含めても4球場であり、さらに内外野とも、天然芝を維持している球場に至っては、マズダズーム、ズームスタジアム広島、ホットモットフィールド神戸、楽天生命パーク、宮城のみ、地方球場を含めても6球場のみである。またメジャーリーグの球場が、 ケンタッキーブルーグラスに代表される冬芝により1年を通じて常緑の状態を維持しているのに対し寒冷地を除く日本では冬芝を下記に維持することは気候上困難あるためマズダズームズームスタジアム広島と阪神甲子園球場では夏芝ティフトン419と冬芝ペレにあるライグラスのオーバーシードに模索方式を採用している 一方、楽天生命パーク宮城は、ケンタッキーブルーグラスの通年利用である。日本サッカー協会では、開催試合に応じて競技場を5クラス S1.23.4 に分けられ、J リーグの公式試合が開催可能なクラス2以上の競技場は、常緑の天然芝が義務付けられており、そのために多くの競技場でウィンターオーバーシーディングが盛んに行われている。2017年には、 J リーグ規約が一部改正され、天然芝と人工繊維を編み込んだハイブリッド芝、デッソグラスマターに代表される強化天然芝の付設を承認し、翌2018年より、ノエビアスタジアムコベが、その第一号として導入することになった。1994年に設けられたスポーツターフ研究会は、芝生管理技術の向上に講演したり、 財団法人都市緑化技術開発機構主催のスポーツターフ管理者のための研修会に講演したり、皇帝の芝生化支援に取り組むなど、何かと芝生に対する関わりの深い組織である。アメリカンフットボールの場合、シーズンの気候及び競技の性質から天然芝では、フィールドが痛みやすいことと、プレーのスピードが出やすいとの理由から、人工芝の球技場も目立つ。特に、 日本では、ノエビアスタジアム神戸のように芝の維持を理由に、アメリカンフットボールへの貸し出しを中止する、球技場もある。野球同様選手への負担面から NFL では、球技場を新装する際に、天然芝に変えるスタジアムも、少なくないが、ジレットスタジアムや、エナジースタジアムのように、天然芝から、人工芝に変更した例もある。NFL における天然芝球技場のうち、 ステートファームスタジアムは芝に対する負担を軽減するための施策として年間350日ほどフィールドを球技場外に出し試合時のみ球技場内に戻して使用する可動式システムを採用している。近年は常日の強化天然芝を採用した例もある。しかしながらその特性上段地芝を利用できず暑い時期の利用に何があること等の理由から NFL のホームスタジアムでは、グラスマスターを導入したスタジアムのうち3つでは、通常の天然芝に切り替えており、2016シーズン時点で使用しているのは寒冷地にある、乱暴フィールドのみである。競馬場のコースには、芝コースとダートコース、オールウェザーコースなどがあるが、ヨーロッパの競馬場は、芝コースが主体で、かつ、芝コースだけを持つところがほとんどである。日本、 アメリカなどでは芝コース、ダートコースの両方が用いられる。芝のコースはダートのコースに比べ痛みやすく、馬場の状態は天候に左右されやすい。日本のように雨が多く、かつヨーロッパに比べて競馬場あたりの試行レース数が多い環境では芝コースを保護するためにダートコースとの併用が行われることとなった。また、かつては日本の競馬場は の芝のみで冬は黄色くなってしまうことから、1992年に阪神競馬場で採用されたのを皮切りに、順次各競馬場でオーバーシードを用いて、夏はの芝、冬は洋芝を生やすことによって一年中芝コースは緑色を保つようになった。夏に高温にならない、北海道の札幌競馬場、函館競馬場は洋、芝のみ。また、 冬季に開催が行われない、新潟競馬場は、野芝のみを使用するまた、21世紀初頭から、高来芝をベースとして、より、熱きの丈夫な、エクイターフという品種が開発され、順次採用されている。日本の中央競馬では、ダートのコースより、芝のコースの方がよく用いられるが、地方競馬ではそもそも、芝コースを持つのが、森岡競馬場のみであり、圧倒的多数のレースは、 ーートのコースで行われる。ゴルフ場のコースには、グリーンやフェアウェイやティーグラウンドやラフと呼ばれる場所がある。これらには、それぞれ違った種類の芝が植えられる。日本では1980年代後半、芝の維持のために使われる農薬が含まれたゴルフ場排水が社会問題化した。それに伴い、千葉県では1990年以降建設される。 ゴルフ場では農薬の散布が禁止され、既存のゴルフ場では農薬散布を少なくするなど指導要項を制定し、国としては環境省が1990年にゴルフ場で使用される農薬による水質オ濁クの防止に係る暫定指導指針を定めるなどした。アメリカ合衆国では一軒家のの先から道路、歩道の隣接地の境界まで芝生を引き詰め、 地域の景観として管理を義務付けている地域がある。山水、借り込みといった管理を怠ると地域のコミュニティから避難される、州や自治体が罰金を課すといったペナルティが生じることがある。普通に見かける芝生は蒸気のように人工的なものであるが自然のままで芝生が成立している例もある。日本では琉球列島の海岸線で 石灰岩の上で天然の芝生が成立している。植物社会学ではこれを磯サぎクラスの下に、ソナレムグラ高来芝群落として認めている。より岩の多い場所では、ナハエボシグサやハリツルマサキが混じる。このようなものの代表的なものが、マンザゲで見られる。また、牧畜によって生じる二次植生としても、類似の群落が見られる場合がある。5. オサムキ